はい、どうも、社畜です。本日も集まれ動物の森やっていきたいと思います。そしてですね、ただいま、ね、ただいまというか、先ほど島整備生放送終わりまして、結構ね、島が変わったんですよね。まあ、具体的にどこが変わったかっていうところに関しましては、後日ご紹介させていただければなと思いますね。いや、本当にね、めちゃくちゃ変わったと思う。特に海岸沿いがね、めちゃくちゃ変わりましたね。そして待って、出たー！ジャスティン！え、ジャスティンさ、今まで思ってたんだけど、なんで変なところばっか出現すんのこれ。明らかにさ、ここおかしいじゃん。閉じ込められてるっていう。花畑に出現してるからな。これ謎すぎるよね。なんかこの間はね、なんと、ここの上にね、出現してたんだよね。びっくりしたわ。どんなところに出るねんっていう。いや、ジャスティンマジで変なところ出すぎだわ。まあそれがね、面白いところなんですけど、まあそういったところで本題に入っていきたいんですが、なんとですね、フィントさんから新たに超おしゃれなマイデザインが出たということで、でそちらの方をねご紹介させていただければなと思いますね。でちょっとマイデザインをダウンロードしに行きましょうか。いやマジでね、めちゃくちゃ可愛かったわ。おそらく女の子であればフィントって知ってるんじゃないかな。まあ男はね多分知らないと思うんだけど、とにかく女の子には超おすすめなんで、ぜひね、これは見ていただきたい。で、アクセスするで、さあ、アクセスするで、打ち込んでいきましょうか。いやー、楽しみだなー。さあ、セーブしてみますと。さあ、ダウンロードしていきましょうか。いや、本当にマイデザイン作れる人すごいよね。で、作品 ID でこれいいかな。で、MO で、で、お次は VH で、NF と。で、お次はですね、K、P, H, で、1で、X で、3で、R と1。さあ、こちらになりますね。よーし。リボン付き、ストライプワンピということで、こちらダウンロードしていきましょうか。おーすーごいこれ。めちゃくちゃ可愛いね。保存すると。さあ、保存していきましょう。うわ、マイデザインいっぱいだな。で、ここでいっか。いや、これはね、夏に着たくなるね、ワンピース。やっぱり夏といえばワンピースだからね。で、あともう一つあるんですよ。で、もう一つの方なんですけど、フラワーチュールスカートっていうやつみたいですね。で、そちらの方をね、今からダウンロードしていきたいと思っております。で、打ち込んでいきましょうか。で、BH で、で、53F6 か。はい、F6 と。で、DJ で、GK か。なんか一瞬ドンキーコングに見えたな。ふふ。で、それは DK か。それは DK やね。さあ、保存しましょうか。さあ、こちらなんですけど、ここに保存していきましょうかね。うわーってか、プロデザインがすごいな。なんかダウンロードしたいものがありすぎてさ、やばいね。もう埋め尽くされるんだけど。いやー、マイデザインのさ、保存枠もうちょっと増やしてほしいね。いやー、どう考えてもマイデザインの保存枠少ない気がするわ。もうちょっとさ、保存枠あってもいいよね。なんか今後のアップデートとかで、まあ、収納ボックスもそうなんだけど、明らかに足りてないから、ちょっと修正加えていただければ非常に嬉しいね。もちろんなんか新しいイベントとか、なんかね、新要素とかもすごく嬉しいんだけどさ、なんかそういう基本的なところ、そういったところもね、追加していただければ非常に嬉しいですよ。うん、まあそういったね、話はさておき、ちょっと着ていきましょうか。さあ、早速着ていきたいわけなんだけど、ちょっと待てよ。これか、マイデザイン。これで、どこ行ったっけな？これか。これから行きましょうか。リボン付きストライプワンピということで。おー、かわいいね、これ。いいじゃねえか。だけど、俺男だからな。ちょっとわかりにくいかもしれないけど、結構いい感じよ、これ。ほら、見て。え、かわいくないこれ。普通に夏に似合いそうだよね。いやー、これね、超おすすめなんで、皆さんもぜひね、ダウンロードしてみてはどうでしょうか。素晴らしいね。じゃあ、次行っちゃうか。さあ、次行きましょう。ちょっと待ってよ。次はいかにも女の子って感じだよね。ちょっと待って。ジャスティンが下いるな。ちょ、こっちの方めっちゃ見てくるじゃん。さあ、身につける。おーどうだろうな。どっちが女の子好きそうなんだろう。まあ人によるか。まあどちらのマイデザインもいいですよね。おー、素晴らしい。なんかピクニック行きたくなりますね。こういうワンピースを着てると。だけどこれからなんか入りそうな予感だな。なんかこの間浴衣もご紹介させていただいたんですが、
浴衣もめちゃくちゃ良かったよね。いや、ワンピースもいいしさ、本当に素晴らしいわ。うん、さあ、そういったところで、まあ、このままちょっとね、うん、本日は動画撮っていきますか。はい。このままちょっと撮っていくか、せっかくだから。いや、けど普通にいいよな、これ。動きやすそう。ただ、リアルの世界でも、こういうね、ワンピースは結構需要ありそうだけどね、普通に可愛いもんね。うん、さあ、そういったところで、次やっていきましょうか。で、なんか、ゆきみちゃんがいたから、ゆきみちゃんに話しかけていく？お、釣りが趣味なのか。まあ、お会いできて嬉しいです、金くれ。そんな君にはね、何かプレゼントしよう。うわあ、プレゼントしたいものあるんだけどさ、プレゼントできるもんないな。そういえばさ、最近知ったんだけど、雑草あげたら、好感度下がるらしいわ。ね。なんか住民にあげても特にね嫌な顔されなかったから、今までたまにあげてたんだけどさ、普通に好感度下がるらしいからね、そこはちょっと気をつけないといけないなと思いましたね、本当に。うん、好感度下がりすぎるのは良くないからな。けどゆきみちゃんはね、正直引っ越し候補だから、まあ、別にね好感度下がってもいいんだけど、ただやっぱりね極力避けたいよね、そういう行為は。うん、で、ちょっとなぜ家に帰ってきたかっていうところなんですけど、ちょっとね、収納ボックスが逼迫しているので、いらないものをね、整理していきたいと思います。正直さ、こんなに服あってもいらなくない？正直いらないよね、こんなに服あっても。お、羊な服だ。これさ、今度ちゃちゃ盛りにあげようかな。面白そうじゃない？ピエロの服。だから正直こんなんいらなくない？これだ、ここら辺さ、使わないでしょ、俺。明らかに、パジャマワンピとかもこれ使わないじゃん。いや、だから使わないものはね、どんどん撤去していった方がいいと思うよ。マジでかさばるからな。あとさ、このデニムパンツとかさ、スラックスとか、なんかいろいろあるんだけど、こんなに種類いらないからな。まあ、スラックスはちょっと使うかもしれないから、このままでいいか。あと、アウトドアパンツとか、これいらないよな。短パン。え、これ住民にあげたらさ、あー、だから住民は着てくれないか。テラードジャケット。だからこう見てみると服めっちゃあるね。クルタ。クルタとかもいらないよね。ケイトのカットソー。これポケットで取り出すか。いや、整理はね、本当にこまめにしといた方がいいよ。うん。それはね、間違いなく言えること。整理整頓ってさ、すごく難しくて、だから意識していかないとなかなか難しいよね。掃除とか。そう、やろうやろうと思ってたらいつの間にかね、もう忘れてたみたいな。で、ごちゃごちゃになってるみたいな。これに関してはちょっとあるあるな気がするな。ね、リアルの世界でも。さあ、そういったところで、まあ、せっかく引き出してきたので、ちょっとみんなにあげようと。お、クリスティーヌちゃんにダノラにジュン君。すごいメンツやな。なかなかすごい組み合わせだね。その服個性的でイケてるね。あたい結構好きかも。そういうのってどこで買うの？マジレスしていい？エイブルシスターズ。エイブルシスターズに売ってるよ。星屑コンペイトのももちゃんがデザインしたんだ。あー、そっかそっかそっか。なるほどね、マイデザインのことか。星屑コンペイトのももちゃんって可愛いな、名前が。デザイナー目指してるとか、もしブランド立ち上げたら買うよって伝えておいて。いや、ブランド立ち上がってるよ。ヒントっていうブランドが立ち上がってるんじゃないのこれ。お、ジュン君歌ってるね。いや、ジュン君さ、結構歌ってること多いよな。ね、なんか男のキャラでさ、歌ってるのって結構珍しい気がするわ。なんかアイドル系の女の子は結構ね、歌ってるの見るんだけどさ、男は少ないよね。何？僕の心の声が届いたのかな？待ってたよ、社畜くん。さあ、そんな君にはこれをプレゼントしよう。どうしようかな。クルタ、アウトドアパンツ、パジャマワンピ。これあげようか、パジャマワンピ。せっかくさ、俺がこの間あげたホットドッグの服をプレゼントして、プレゼントしてっていうか、なんかせっかく着てくれてんだけどさ、ちょっとこれでね、うん、ちょっと気分変えてくれ。ただホットドッグな服結構似合うよね、こう見てみると。まさかパジャマワンピかい？僕にも着こなせるかな。とりあえずフィッティングしてみるね。お、言い方面白いな。おお、うんうん、しっくりくる。特に色がいいじゃないか。まあ、確かにね、色いいよね。なんか GU とかで売ってそうじゃないこれ。てかさ、こういう系のデザインのやつ自由に売ってなかったっけ？気のせいか。俺さ、この間自由に行ったんだよね。なんかこんな感じのやつが売ってた気がする。
だけどね、これに確かキャラクターがついてて、例えばなんだ、スヌーピーとかが。なんかスヌーピーとかクマノプーさんとかがなんか印刷されてたね。お、お返しとは一体なんだけど、この野球の服を受け取ってくれるか。おお、野球か。おお、イソノ、野球しようぜってやつか。懐かしいな、おお、イソノって。サザエさんとかもう、なんかしばらく見てないな。そもそもなんかね、サザエさんって昔見てたんだけど、最近見なくなった。うわー、ちょっと待って、何これ。うわ、野球の服だ。やばいな、これ、着てると野球の服ということで、キャッチボールしたくなるね。ちょ、キャッチボールしてえわ、てか思ってるよ、これ野球の服やな。やべえ、思ってる以上野球の服だったわ。いいね、これ。え、だけどさ、普通にありっちゃありだよね。まあ、俺はさ、これさすがにちょっとユニフォームにすることはできないけど、さ、ホットドッグの服。これもいいな、野球の服って。ちょ、これさ、誰かにあげていきたいんだけどさ、ダノラにあげたいけど、これ座ってるから多分無理だよね。いやーん、今日もニコニコ頑張ろうね、金くれ。おしゃべりしよう。お、待って、ジュン君走ってる、かわいい今の。待って、めっちゃかわいかったな、今。ね、左から右に走ってるみたいな。あのね、社畜君、この前他の子たちが話してるのを聞いちゃったんだけど、なになに？君って飲み物は水がお気に入りなんだって。水がお気に入りとかそんなこと言ってないんだけど。いやーけど、お気に入りというか、必須のものじゃないの、水って難しくないか？水とかお茶にお気に入りとかお気に入りじゃないとかあんの？まあ俺はね、マジですると、まあレモンティーとかミルクティーとかそこら辺かな。そこら辺はね、まあお気に入りというか血液というか、頻繁に飲んでるわ。まあ俺の血液みたいなもんよ。俺の血液の半分は紅茶でできてるからね。これさ、今は違うよってしたらなんか、ね、今は何っていう選択肢出てくるのかな。え、そうなの？あれ、もしかして僕聞き間違えちゃったのかな。そうよ、聞き間違えてるよ。どこから聞いてんよ、その話。それじゃあ今どんなのがおすすめなの？お、選択肢出たね。ミルク、フルーツジュース、ココア、それ以外特にないよ。これさ、それ以外選んだら、またさらに選択肢出てくるのかな？ちょっと気になるね。ちょっとこれ選んでいいか。それ以外。うわ！マジで？これ打つことできるんだ。ちょっと難しいな、これ。どんなのき、飲み物が好き？ちょっと待って、面白いやつなんかないかな？唐突に始まったから、なんか覚えて、なんか思いつかないな。思いつかないね。どうしよう。どんな飲み物が好きか。どうしよっかな。難しいな。よし、これにしたわ。飲み物じゃないけど、全く飲み物じゃないけどさ、ちょっとネタに走っていいか。金、ちょっと待てよ。金が、たっぷり。あ、待てよ、間違えてる。金がたっぷりでいいか、たっぷり。はい、たっぷりで。どうしよう、難しいな。金がたっぷりの紅茶にしとく？ミルクティーにしとく？ちょ、ミルクティーにしとこうか。どういうことやねん。金がたっぷりのミルクティーって。タピオカの代わりに金が入ってるってことか。ちょっとこれネタで攻めてみるわ。ネタかどうかちょっと怪しいところだけどね、これ。はい、金がたっぷりのミルクティー。うん、タピオカさ、最近流行ってると思うんだけど、俺はね、ちょっと時代に逆行して、金がたっぷりのミルクティーで攻めていくわ。はい。金がたっぷりのミルクティー、金くれ。すごいな、これ、インパクト。金がたっぷりって。新しいな、これ。金がたっぷりのミルクティーか。そんなの知ってるなんて、さすが社畜くんな。知ってるというか、俺が考案したからな、今。いやー。やばいな。これでまた俺の変な噂が広まってしまうのか。まあいいや。はい、ということで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこれを機会にチャンネル登録をして、これからも動画と生放送を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。